イドルグループ、超ときめき宣伝部、1、以下、トキセンダブルコートが9月29日、水曜日にミニアルバム、好き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 をリリース。今作には、日本だけでなく韓国でも TikTok でブームになった、好きの新録バージョンや、サイレントサイレンノスが作詞した、ラブナノ、2、など全6曲が収録される。今回はトキセンの6人にインタビューを行い、収録楽曲のレコーディングの様子や新録楽曲のオリジナルから変わったところなどを聞いた。同世代のファンの増加に、TikTok ってすごいなって思いました。笑、小泉。今回のミニアルバムの1曲目には TikTok でバズった、好き、2018年は、超ベル、として収録されます。高い日とか、超ときめき宣伝部になって、今のメンバーで再レコーディングをさせていただきました。バックサウンドが前と全然雰囲気が変わっていて、より可愛くてポップな印象になっているので、今のトキセンの元気で明るいイメージに合った音源になってるんじゃないかなって思います。辻野かなみ、私は長いセリフがあって、そこを前はおとなしめの女の子のイメージで言っていたんですけど、今回はアニメに出てくる主人公の女の子みたいなイメージで、もっと強弱をはっきりさせるようにしました。メガボルトもまた新しく撮影したんですよね。新メガボルトはどんなコンセプトやテーマになっているんですか？辻野、今回は、青春がテーマになっていて、制服衣装とアイドル衣装の2パターンを着させていただきました。今、TikTok でも学生の方がこの曲を使ってくれることが多いので、そういう方たちが見て共感しやすいメガボルトになっているのかなって思います。メガボルト撮影中に何か印象的な出来事はありましたか？津田吉高、1サビの終わりのところで、みんなで輪になってスイーツを食べたり、写真を撮ったりしているシーンがあるんですけど、そのスイーツがちょっと固まっていたので、みんなで食べるのを頑張りました。笑。酒井、傷まないように凍らせてあったんですよね。かなみんと吉高ちゃんがチュロスを食べてたんですけど、撮影始まります。ってカメラが回ったのに、二人とも全然食べられてなくて、笑。辻野、冷凍庫から出したばっかりだったからね、笑。姿、でも美味しかったです、笑。吉川日和、あと、屋上で撮影したシーンもあって、多分爽やかに映っているかなって思うんですけど、ものすごい強風でした、笑。みんなヘアメイクさんに髪の毛をこまめに直してもらってました。酒井、待機してる場所はすっごく風が強くて飛ばされるんじゃないかって思ったんですけど、メガボルトを取る場所だけ風が弱いところで、風が味方してくれました。アンさんと小泉さんはいかがですか？アンズジュリア、この、が、私がトキセンの曲の中で初めて聴いて、初めてメガボルトを見た曲だったので、3、最近になって TikTok でバズったのも運命なんじゃないかなって思ったし、こうやってミニアルバムのリード曲としてメガボルトをまた撮ったりして、いろんな方に知っていただけて嬉しいなって思っています。小泉遥、私たちはグループを結成して7年目になって、たくさんライブなどをさせていただいて宣伝部員、4、3も増えてくださったんですけど、ここまで急に私たちと同世代の方に知ってもらうって機会はなかなかなかったので、TikTok ってすごいなって思いました、笑。私たちはオンラインイベントをやってるんですけど、好きって知ってライブに行きましたとか、YouTube でライブ映像を見てファンになりましたとかって話も多くて、SNS や YouTube が自分たちを知ってもらうきっかけになって嬉しいです。好きもすごくたくさんの方に知っていただきましたし、実際にライブで好きをやると会場の熱量が一気に上がるんですよ。それもすごいなと思って、今までにはない感じがして、私自身も楽しませてもらってます。
ネクスト、超ステップアップは、等身大の今の私たちを表現している曲、アン、3分の2。123